なんか変わり映えないライブになっちゃうのが嫌で、ちょっといろいろやっぱり下準備、次のライブにはさ下準備をしたいなっていうのがあって、新曲とかなんか違うことしたい。だけど配信してるとまた準備できない可能性ある。今度真夜中に下準備しよっかな、配信しながら。関東ライブはね、ないのさ、ないのさこれからも暑さのせいですよね。あ、そう、これも暑さのせいあるよ。そう、暑さ、日本、ジャパン暑いあるよジャパン暑い。関東ライブなんかね、イベントとかもし歌い手さんいない時あったら呼んでください。そう、まあ、しばらくいいや暑いからいいや関東でもね、関東のなんかお祭りとかさ、もう新時代めっちゃ聞いたよね今年ね。お祭りさ、なんか歌いたいね、なんか機会があればなんか関東でお祭りとかある人いたらぜひね。ねえ、暑いよねのねだよね。そうかな。そう、新しい曲もちょっと仕込んでやりたいね。あ、小泉今日子さんいいよ。リッコさんのライブ来て本当嬉しい。ちょっとね、新しいのやりたいね。高円寺の阿波踊りにゲリラ参戦し、あ、いいね。阿波踊り、あいや、あいや、あいやみたいな感じ違う、中国語の本もらったけど漢字を斜め読みしたいけど、どこか、どんなことか分かる中国語できなくてもえ、漢字斜め読みするのすごいんだけど、それもさあ、え、違う、今の阿波踊り中国人のカンフーや、今の。そうなんでや、ほんま違うか。あ、つるりりりりりりみたいな感じじゃない、阿波踊り違うかな。いや、大丈夫大丈夫。まあ、そんなんで適当に踊るわ。阿波踊りね、もし、関係者の方いたらぜひ呼んでください。踊る、え？踊るアホに見るアホ。出方？出方？え？明日大雨。え？明日大雨なの？おっさんようこそ。おっさん。阿波踊り、阿波踊り。あ、そうなの？そういう意味なの？おっさんようこそ。お、ちらほらお名前見るおっさんかな？みさきさん、え、そんな面白かった？まあ、阿波踊りね。よかったら呼んでください。誰か。踊ります。あ、踊んない、歌います。